スマートフォンの普及が進み、誰もが当たり前にインターネットを使うようになったことで、新たな犯罪が増えています。巧妙な手口に対して、私たちができる対策とは。あと1ヶ月足らずで4月。進学や就職で新生活が始まる季節です。そんな春、警察が特に若者へ注意を呼びかけているのが、サイバー犯罪です。こちらは実際に送られてきた SMS ショートメッセージです。実在する携帯電話会社の名前があり、利用停止予告などと記載されています。しかし、この携帯電話会社ではショートメッセージで料金に関する案内を送ることはありません。SNS とかメールとかでですね、偽サイトに誘導されて、ID パスワードとかクレジットカード情報とかですね、入力したとかいうですね、そういう相談が増えています。インターネットっていうのが、子どもからお年寄りまで幅広く今使われているんですけど、その一方でですね、新しいサービスとか、技術とかですね、そういうのを悪用したですね、犯罪が出て、かなり巧妙化している現状があります。はい、ありますね。どんなのが来ましたか？こういうなんか知らないようなメールが来たりしましたね。これって来た時って開いたりしましたか？いや、開いてないです。もうそのままスッて消しました。いや、ちょっと怖いなって思いますね。あります。5件ぐらい。 Amazon とかなんか郵便物系多かったかもしれない。初めて来た時にクリックしちゃって他のサイトに飛んで、なんかあなたの情報を入力してくださいってなって入力しちゃって、で次へって押したら Apple ID って出てきて、関係ないのになんでだろうって思ってて、あ、これは危ないと思ってそこで消して、それだけですね、引っかかったのは。それ以降は気をつけて無視するようにしてます。県内での過去5年間のいわゆるサイバー犯罪の相談件数は2018年と2019年にわずかに減少したものの、2020年から再び増え始め、去年はこれまでで最も多い934件の相談が寄せられています。その中でも特に多いものがスミッシング詐欺です。スミッシングとは、短いメッセージを送る SMS とメールをきっかけに口座番号や暗証番号などを盗み出すフィッシング詐欺を結びつけた造語です。スミッシング詐欺は偽のサイトに誘導するために実在する会社名を使って携帯料金の請求や配送業者の不在通知などを SMS で送ってきます。送られてきたメッセージに記載された URL を押すと偽のサイトが表示され、その指示に従ってパスワードなどを入力すると個人情報を抜き取られてしまいます。実際に県内でもこのスミッシング詐欺が増えていて、去年は176件の相談があったといいます。 ID パスワードをですね、使い回していると他のサイトでですね、その ID パスワードで入られてですね、不正アクセスの被害に遭うようなですね。スミッシング詐欺への対策は、まず安易にショートメッセージに書かれた URL を開かないこと。その上でウイルス対策のソフトウェアを導入するなど、事前に予防することが必要だということです。一方で、最近はこんな手口も。標的型攻撃メールですね。ウイルス付きのメールが送られてくる手口が今増えてますね。標的型攻撃メールとは、実在する組織や人物になりすまし、企業などにウイルス入りのファイルが添付されたメールを送りつけ、受け取った人にそのファイルを開かせることで感染させる手口です。警察は、標的型攻撃メールはつい開いてしまうような文面になっていて、パッと見ただけでは判断するのが難しいと話します。特徴としては、取引先を装ってですね、メールを送ってきますので、すごい
分かりにくいっていうことがありますね。ウイルスに感染してしまうと、まあ、そのパソコンのデータをですね、取られたりですね、まあ、取られたデータ、まあ、主にまあメールデータとかになるんですけど、取引先の方にですね、そのデータを用いてメールを送られたりします。取引先にですね、そのメールが送られてしまうと、またその取引先でもですね、まあ、ウイルスに感染してしまう可能性はありますね。さらに最近ではウイルスのファイルを別のファイルで包むことでウイルス対策をくぐり抜けるというより悪質なパターンも確認されています。不審に思った場合はファイルを開く前に送信元に電話で直接確認することや、添付ファイルを開いてしまったとしてもコンテンツの有効化をクリックしないことで被害を防ぐことができるということです。サイバー犯罪の手口を知らないっていうことが一番危険なので、まあ、そういったことを知ってもらうということが大事になってきます。で、このようなですね、サイバー犯罪の手口をですね、知っていただいて、常にですね、セキュリティ意識をですね、高めてですね、まあ、ネットを利用していただければと思います。